口が打った足が痛くなるほどの顔面返した飛ばし返した強く飛ばしなんとか青コーナーに行きたいがまだ8分もある足で蹴っ飛ばした小橋タッチをされた足を掴まれて動けないそこへ踏みつけすごい顔だジャンボ鶴田心配なビサワロープに放ったジャンボラリアットただ王がない竹内さん王がありませんよ今日はやっぱり王を入れる間にもうそのままカバーに行ってましたからね竹内さんね逆に言いますと直線的にラファイトというのがありましたが直線的にぶつかっていって跳ね返されて耐えてだからこそ鶴田が王もなしに力を認めてるんですよねそれがですねやっぱり鶴田のやっぱり答え方なんですよねスピンキック飛ばしスピンキック青コーナーに鶴田を追い込んだ体を入れ替えた鶴田冷静です髪を掴みましたなんという強さでしょう冷静さでしょう化け物であります鶴田田植えさあダメージの回復具合はどうでしょうか若い2人歯を競うああこういう動きをしたんですか竹内さん直線的な動きが横にも行きましたね考えたんですねあれはね考えてましたねメモ帳を枕元に置いたのか田植え明かつてジャンボ鶴田はそうしたというさあブラックマスター技のつなぎが早い田植えの畳みかけカウント2で返す小橋小橋苦しくなった破りのエルボーでしたね破りですねもう一回行く鶴田の左耳鼓膜を破ったエルボーだ鶴田も行く三沢の鼓膜もおかしくなっているんですそしてうわすごい顎へ胸板へ膝そしてジャンピングに王が入った100連の号ジャンボ鶴田ですそしてバックアップは未完成飛ばしやがった三沢がエルボーでもう赤コーナーまで鶴田を追い詰めました今度は田植えそしてエプロンに入ったおっと鶴田にもエルボーさらに場外へ深追いをする本部席竹内さんこの深追いどう見ますか三沢のまあこれはですねエキサイトのあまりなんでしょうけどね、あまり深追いはしてほしくないですね横でしたけども的確にヒットしましたね竹内さん元関取が中央飛ぶんですこれは全く考えられなかったことですよねプロレスに第二の人生を送りました田植え明
果敢にトペを打ってきました。田植え、さあ三沢、三沢と田植え、パリッパリッパリッ、ロープが本通りしているボール、右膝から落ちた、腰がふらふら、足に来ている田植え、しかし何やった、カバーです。カウント2で返します。かつてブーイングが飛んだこの後楽園、田植えが今大きく花開いております。その類いまれな素質、カウント2、小橋がロープに飛ぶ、カバースラム、カバー、ああ2点ゴー、一進一退、口にタッチ、ドラッピック、そしてジャマンカ、エルボーでかわす、ロープに飛ぶ、キックを打つ、テリーファンク、トリーファンクジュニアが来ているが、ローリングクレイドル、テリーから盗んだローリングクレイドル、カウント2点ゴー。影さん、前回のトヨタでしたっけ、あのムーンソルト1回目は井上に対して失敗したけれども、2回目この成功させるのはこのコバスでしたね。その意地を今日も見せてほしいですね、さあ飛びますね、ムーンソルト、プレーヒット、コバス蹴った、熱くなれる、夢中になれる、さあシックスメンタックバック入れになっている村塚八丁、再来のシーンが訪れそうだ、川田が今田植えを鉄柵攻撃、リング上はコバスと打ち、リング上はコバスと打ち、コバスがガーンだ、スワンジャーマン、三沢がツルタをカットしている、これもカウント2、あまりの激闘に私も咳込んでしまいました。さあ足を持った円錐ラッシー、誰がどこでいつ決めるんでしょうか、何回も言います、45分フルタイム戦った男たちです。さあツルタ、小橋を捉えた、振った、ジャーボリエット、この男凶暴に突き、さあジャンプするか、パーボールか、風来をしている、エルボー、三沢の18番エルボー、三沢失神か、パワーボールでしょう、小橋のパワーボール、2点ゴー、2点ゴー、全日本の宝だ、6人とも全日本の宝だ、三沢光晴がこの小橋を通しています。何ですかこのギロチンドロップは、本当に武井さん、その言葉通りですね、まさに粘りですね、本当にそうですね、さあムーンソルトプレス、ムーンソルトプレス、しかしこれは口がカットしている、それを三沢が追う、三沢が口を離した、ああしかしちゃんとするか、ああしかしセカンドロップ、バックドロップ、バックドロップ、花咲く実を結ぶ、血となり骨となる、さあ小橋もう一頑張りだ、鶴田のエルボー、今25分、バックドロップ、リグラッシュをダメだ、カウント3、今日は25分、中身のポイント6面タッグマッチがありました。高橋さん、敗れはしましたが、この三沢軍団らしい調査ライブも戦い方を見せてくれましたね、戦い方、そして国際の仕方でしたね、はい、そして鶴田君いかがでした、やはりですね、途中再三ピンチはあったんですけどもね、やっぱり金見の鶴田がビシッとやっぱり勝負のポイントを抑えてくれましたね、今日は合体攻撃が両チームに見られませんでしたか、全くありませんでしたね、これはどう推察されますか、やっぱり6人が6人でですね、やっぱりこの戦いから脱落したくないという人のやっぱり意気込みなんでしょうね、なるほど、まるで1対1のシングルマッチ、それが3つあるように、そんな試合でありました、25分25秒、あの45分フルタイムも素晴らしかったけれども、今日の一戦もそれを上回る時間的には短かったですけれども、中身のギュッとこ一戦でしたね、まさに全国区の名勝負ですね、はい、
次週もこの三沢軍とそして鶴田軍の対決をお送りしたいと思います。次週は最終相模原大会、鶴田井上対三沢河原、セミがゴディ・ウィリアムズ対エース小橋、そしてハンクスはドールキングと対戦します。来週も面白いカードいっぱいです。どうぞお楽しみ。後楽園大会解説竹内浩二さんでした。竹内さん、どうもありがとうございました。どうも皆さん、失礼します。さよなら。